今より投票受付を開始します。時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップ、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。2番オルコックアラビアンが上がってまいりました。その後ろ3馬身くらいあって松井エクリプス、外を通りまして7番ゴドルフィンバルブ、1番人気の9番チャブライス、武豊騎手どのあたりで動くんでしょうか。11番ダメクンライン、内を通って10番ヘロド、ちょっと離れて4番カーニバルトールであります。それからもう1頭ラーレアラビアン、そのうち村井マッジェム、それから離されましてマイアリーターク。さあ前の方はどうなっているのか。これが先頭オルコックアラビアン、差が開いて6番松井、この辺りちょっと離れているエクリプス。世界一への試練となる厳しい上り坂、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気のチャブライス、内から1頭ゴドルフィンバルブ、そしてその後ろから10番ヘロド、その外にガメクンライン。さあ世界一を決める真冬の直線に熱い歓声が注がれます。チャオライスは3番手といったあたり、2番オルコックアラビアンがまだ粘っている。オルコックアラビアンが抜け出した。1番内オルコックアラビアンが頑張っている。松井が2番手、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭デッドとオルコックアラビアン、村井懸命に追う。オルコックアラビアン先頭捉えるか。チャオライス先頭、武豊とチャオライス、チャオライス先頭1着9番チャオライス。スーパーワールドブリーダーズカップ2勝目、獲得賞金は2万枚突破。